チャチャハッノチャチャ。皆さん、支度ができましたわよ。飯だ飯だ。おせちだおせちだ。ああ腹減った。待て待て、まだ勝負はついてない。その顔鏡で見てからいいな。えったり。よし決まった、もう一勝負だ。この花形みつるぎ、正月早々マリオネットに負けたとあっては、今年一年お天道様の下を歩け。いざいざ。わったよ。んじゃ新春のお喜び申し上げます。いやいや余計いやあ、それにしてもよ、いい正月だな。将軍様も元気になったってことだしよ。はい、ホタル様。ああ。美味しいですか。うん、うまい。ほらホタル、あんして。ああ、真似しないでくださいまし。大体このおせちは全て私が作ったんですから。ああ、ご苦労さんご苦労さん。じゃあホタルに食べさせるのは私に任せて。そうは問屋がおろしませんわ。3日もかけてホタル様のために作ったんですからね。勝手な真似はさせませんわ。なんだと。はい、ホタル。ああ、おいしい。抜け駆けしないでちょうだい。僕なんて僕なんて僕なんてホタルに食べさせない。よし、誰がホタルに食べさせるか、こいつで決着つけようじゃないか。もうあなたはすぐそれよ、まったく野蛮なんだから。なんだと、このボンボリボリっ子。なんですって。まあまあまあ、おめえら新年早々おめでとうさん。おう、おめでとうさん。ホタル、これ見たか。ライムちゃんたちをこっちに出してみねえか。ライムちゃんなら優勝間違いなしだ。じゃあね、ブラッドベリー姉さんだよ。チェリーさんさ、もちマリオネットコンテストね。マリオネットコンテストって何、ホタル。世界中のマリオネットを集めてどいつが一番か決めるって催した。ほう、そいつは面白そうじゃないか。決着はそいつでつけようぜ。いいですわよ、結果は見えてますけど。マグママグマ、それでいいね、ホタル様。もうやってくれやってくれ、うちの中で建築やられるよりや。いや、やったー、俺たちも応援に行くぜ。それじゃあこれからおいらが一っ走りってコンテストの登録してきてやら。いいか、お前たちの今回の任務はマリオネットコンテストに出場をすることだ。我々がですか。そんな軽薄な真似我々にはできません。我らの目的はジャポネスの掌握、その障害となっているのがあの3体のマリオネットだ。そして奴らの司令塔となっているのが間宮小太郎。ということは間宮小太郎を亡き者にすればいいのでは。ふん、それが浅はかだというのだ。もし間宮小太郎を葬ってみろ、お前たちと同様に乙女カイロとかいう無駄なものを持ち合わせてるあのマリオネットどもは必ず感情的に暴走する。先の総統府爆破事件を思い出せ。しかしそれと我々がコンテストに出ることと何の関係が。例の3体のマリオネットもコンテストに出場するのだ。当然間宮小太郎も会場に来るだろう。お前たちの任務は小樽のハートをつかみ奴をゲットすることにある。そして小樽を我が軍に引き込むのだ。名付けて間宮小樽めちゃイケゲット作戦。しかし忘れたか、私はファースト閣下より貴様たちを任された。すなわち私の命令はファースト閣下の命令だ。全国のマリオネットコンテストファンの皆さん、こんにちは。こちらジャポネスドームより生中継でお送りしています。テラツー各国を代表するマリオネットたちが一堂に会し、知力体力才色兼備を競い合って今年のナンバーワンマリオネットが選出されるのです。実況は私大江久保彦左衛門、そして今年のゲストはジャポネスを救った英雄間宮小太郎殿です。小太郎殿、よろしくお願いしますぞ。あ、
どうも。コンテストの審査をするのはガルトラントを除く各国のお偉いさんたちです。一人持ち点10点の合計得点で競われます。長らくお待たせいたしました。ただいまより輝け第12回新春マリオネットコンテストを開催いたします。次回は私花形みつるぎぴょん。さあまずはファーストステージ、各国代表の紹介を兼ねてそれぞれ自己アピールをします。では早速参りましょう。エントリーナンバー1番、ジャポネス代表ライムでーす。10点、合わせて50点。やったできんぞ、あんなこと。我々はゲーナでするようにプログラムされていない。そんな弱気でどうする。我々は何としてもあのアミア・オタルを我々の魅力でゲットせねばならんのだ。策はあるのか、ティゲル。ある。お色気作戦だ。お色気作戦。さあ引き続きましてエントリーナンバー2番、ニューテキサス代表ジャクリーンです。バンバン、あんたのハートにジャストヒットさ。3点、10点、10点、7点、10点、合わせて40点。さあ続きましてエントリーナンバー3番、ジャポネス代表チェリーです。頑張れチェリーちゃん。はい。それじゃあ失策だったな。どういうことだティーゲル。マミア・オタル、キャツにはアダルトなお色気は通じないのだ。そうだったのか。3点、5点、4点、今度はお前の番だ。オタル好みの子供っぽいキャラクターで攻めるのだ。了解。続きましてエントリーナンバー4番、シーアン代表リン・ルンルンです。ないだろう。あれでは子供っぽいというよりただのおバカだ。ヒリヒリ。1点、2点、1点、1点、合わせて6点です。さて続きましてエントリーナンバー5番、ジャポネス代表ブラッドベリーです。さあお立ち合い。ここにあるバナナ、バナナはバナナでもそんじょそこらのバナナとはあちょいとばかりバナナが違うよ。よっブラッドベリーのお姉さん。お国は遠くロマーナのお昼寝気分の常夏リゾート。そこに広がるジャングルでお日様さんさん浴びながらすくすく育った。いいかパンタ、何もするなよ。どういうことだティエル。お前は喋ると地金が出てしまう。黙って突っ立ってるんだ。ふん、わかったよ。続きましてエントリーナンバー6番、ペテルブルグ代表ニノチカ・エレーモフです。おー
タルも見とれてるわ。7点、8点、6点、10点、9点、合わせて40点。ファーストステージが終了したところで、現在50点のライブがトップです。どうでしょうね、オタル殿。そうっすね。どうなることやら、楽しみじゃの。さて、セカンドステージは料理対決です。そして気になるテーマは、おっと、雑煮。今年のテーマは雑煮です。なんと正月らしい直球勝負のテーマでしょうか。アーレキュイジーヌ。おっと、ジャポネス代表のチェリー、カツオ節を洗うところから始めた。なんで正統派だ。一方、ライブの方は、あれは何をしているんでありましょうか。餅をお手玉状態にしております。会場から拍手が起こっております。確かに見事。しかし料理とは何の関係もありません。そしてブラッドベリーは何をしているんでしょう。テーブルに隠れてこちらからは見えません。一方、ペテルブルグ代表ニノチカですが、先ほどから動こうとしません。それはもういいから早く作れ。いいから早くやれ。了解。うわ、まだパンチが足りないぜ。そうだ、破壊工作用に持ってきといた。残り時間はあと3分。どうしたんでしょう。ライムはまだ何もしてません。そうだ、終了。さて、これより各国審査員による判定に入ります。まずはジャポネス代表チェリーの雑煮からです。ほらら、これはまたまろやかでコクがあり、天下な味でおじゃるな。10点、合わせて50点。さて、続いてはライムです。なんでしょう、審査員の前に巨大なお椀を運んできましたが。おお、なんということだ。お椀の中には象が丸ごと1頭入っています。これには審査員たちも驚きの色を隠せない様子です。これは何のつもりでしょう。ライム、オタル殿、一体どういうことなんでしょう。象を煮たから象に。象を煮たから象にだよ。象を煮たから象。なるほど。さて、審査員の判定はどうでしょう。7点、8点、9点、7点、8点、合わせて39点。意外性が受けたのか、思いのほか高得点です。ガッツ。さて、続いてはブラッドベリーですが、餅が焼けすぎて真っ黒焦げです。1点、2点、1点、1点、1点、合わせて6点。なんだバラ。続いて新案代表リン・ルンルン、素材を生かしたという感じですが、惜しくも8点。続いてニューテキサス代表ジャクリーン。高得点が出ました。ジャクリーン46点を獲得しました。続いて謎の微笑みを浮かべるペテルブルグ代表ニノチカ。何が起こったんでしょう。
黒煙に包まれ審査員の姿が見えませんが。ニノチカは最低の5点です。最終サードステージは借り物競争。凍りついたお堀をアイスボードで滑り、中継点でくじを引き、くじに書かれたものを手に入れてゴールへと向かうというレース。このままではティーゲル、お前以外に優勝の可能性はないぞ。勘違いするな。我々の目的はコンテストの優勝ではない、マミヤホテルのゲットだ。そのためにはこの競技で我々がめちゃイケのところをオタルに見せつけてやるのだ。ねえ君たち。はーい、何かしら。君たち前どっかで会わなかった？お会いしたことなんて全然よね。ねえ、そう、そうかな。位置についてよーい。各国のマリオネットが一斉にスタート。あらあらあら、これであたしはめちゃイケだ。上、いってな、もうやめてやめて。ここからはあたし流にやらせてもらうよ。パンタ、貴様勝手な真似を。しまった。どうも変だと思っていたら、やっぱりセーバードールズでしたのね。どうだったのか。何度巧妙な変装。チッ、愚か者どもめが。バレちゃしょうがない。ゲッテル司令、作戦変更許可を。帰還しろ。え、私の完璧な作戦を遂行できぬとは。直ちに戻ってこい。ディゲル、聞いた通りだ。ルクス、パンタ、帰還するぞ。ジャポネスの誇るセイバーマリオネットがガルトラントのドールズを撃退しました。さて、邪魔者もいなくなったことだし、決着をつけますか。うん。ホタルは私のもんだよ。ホタル様は私のものですわ。ホタルは僕んだい。私の、僕の、私の、私にとって。今年も大変な年になりそうだぜ。